物理学、物理学、物理学は自然科学の一分野である。自然界に見られる現象には人間の恣意的な解釈によらない普遍的な法則があると考え、自然界の現象とその性質を物質とその間に働く相互作用によって理解すること、力学的理解及び物質をより基本的な要素に還元して理解すること、原子論的理解を目的とする。 科学、生物学、地学など他の自然科学に比べ数学との親和性が非常に強い。古代ギリシアの自然学にその源がありという言葉ももともとは自然についての一般的な知識の追求を意味しており、天体現象から生物現象までを含む幅広い概念だった。現在の物理現象のみを追求するとして、 自然哲学から独立した意味を持つようになったのは19世紀からである。物理学の古典的な研究分野は、物体の運動、光と、色彩、音響、電気と、磁気、熱、波動、天体の諸現象、物理現象である。物理学の研究対象は、微視的な現象と、虚視的な現象に対別される。微視的な視点の代表的なものは素粒子物理学で、 自然界に存在する様々な物質が分子や原子、電子といった種類の限られた基本要素の組み合わせによって構成されていることを突き止めてきた。素粒子物理学は各種よりさらに基本的な要素であるクオークが存在することを解明し、さらにもっと基本的な要素であるストリングなどが研究されている。また、こうした物質要素の間に働く力が重力、 電磁気力、弱い力、強い力、または、核力の4種類の力に還元できることも明らかにされてきた。現在知られている、相互作用は以上の4つのみである。巨視的な視点からは、液体や気体、熱エネルギー、エントロピー、波といった巨視的な物理現象が研究される。こうした巨視的現象も、原理的には無数の粒子の微視的現象の積み重ねの、 結果であると考えられているが、構成粒子数が極端に多いために、すべての素過程を記述して、そこから挙手的な現象を導くことは事実上、不可能である。一方、こうした挙手的現象には、構成粒子の従う法則とは関係なく、物質の挙手的な振る舞いを支配する別個の法則が存在するように見える。例えば、水や、雲、蜂蜜といった液体は、 原子レベルに遡らなくても液体として同じ法則に従って振る舞い、それらの物質的な特性の違いは粘性のような挙手的なパラメータとして表される。材料力学や流体力学はそうした挙手的現象の法則からなる独立した物理学上の理論体系である。ここで注意しなければならないのは材料力学や流体力学はそれらの適用範囲においては 他の理論から完全に閉じた理論体系として存在していることである。現代の物理学は、例えば素粒子論がある一方で、熱力学があるように、挙手的現象の理論と微視的現象を記述する力学とをつなぐ理論や、現象も重要なテーマとして研究されている。一般的にこの分野では、統計物理学と呼ばれる強力な手法が使われる。 ルートビッヒ・ボルツマンらによって開発された。この手法は構成粒子の振る舞いを統計的に処理することによって挙式的現象と結びつけるものである。物理学では理論やモデルを数式として表現することが多い。これは自然言語で記述するとどうしても厳密さに欠け定量的な評価や複雑な推論をすることが難しいためである。 数学は非常に強力な記号操作体系であるため、推論を一連の計算として実行することが可能なことと、複雑なモデルを正確、簡潔に表現することに適している。このように言語としての数学は、物理学を記述するのに適した特性を備えているが、学問としての物理学と数学は扱う対象も、方法論も異なる。物理学の研究において、 最も重要なステップの一つは、物理法則を数式に表現する前の段階、観測された事実の中から記述すべき基本的な要素を抽出する行為である。電磁気学に貢献したマイケル・ファラデーが、正規の教育を受けなかったため、数学的知識がなかったにもかかわらず、様々な発見を成し遂げたことや、ノーベル賞を受賞したリチャード・ P ・ファインマンが、 液体ヘリウムについて論じた論文やジョージ・ガモフが初めてビッグバンディ論を提唱した論文には数式が出てこないことは自然界の中に記述すべき対象を見つけ出す営みが物理学において重要なステップであるということを示している。物理学の歴史は一見異なる現象を同一の法則の異なる側面であるとして統一的に説明していく歴史でもあった。 物理学の歴史そのものについては口実。地上付近での物体の落下と月の運動を同じ万有引力によるものとしたニュートンの重力の理論はそれまであった惑星の運動に関するケヘプラーの法則やガリレーの落体運動の法則が万有引力の別の側面であることを示した。マクスウェルはそれまでアンペールや ファラデーラが個別に発見していた電気と磁気の法則が、電磁気という一つの法則にまとめられることを導き、電磁波の存在を理論的に予言し、光が電磁波の一種であることを示した。20世紀に入るとアインシュタインは相対性理論によって、時間と空間に関する認識を一変させた。彼はさらに重力と電磁気力に関する統一上理論の研究に取り組んだが実現しなかった。 しかし、その後も統一上理論に関する研究は他の研究者たちによって続けられ、新しく発見された核力も含めて統一しようとする努力が続けられた。1967年頃、電磁気力と弱い力に関する統一上理論、ワインバーグサラム理論が提唱され、後の実験的な検証により理論の正当性が確立した。この理論により、 電磁気力と弱い力は同じ力の異なる側面として説明されることになった。自然界に存在する重力、電磁気力、強い力、弱い力の四つの相互作用のうち、上記の電弱統一理論を超えて、電磁気力、強い力、弱い力に関する統一上理論である大統一理論、重力、電磁気力、強い力、弱い力の四つの相互作用すべてに関する、 統一上理論。例えば、超限理論が候補が研究されているが、実験的に検証されておらず、現在においても確率には至っていない。しばしば、蒸気の4つの相互作用に関する、統一上理論は、既存の物理現象がその理論一つを基礎として、理解できると考えられるため、万物の理論と呼ばれることがある。古典的な物理学では、物理現象が発生する空間と時間は、 物理現象そのものとは別々のものと考えられてきたが重力の理論一般相対性理論によって物質の存在が空間と時間に影響を与えること物質とエネルギーが等価であることが解明されたことから現代物理学では物理現象に時間と空間物質とエネルギーを含める物理学は他の自然科学と密接に関係している 物理学で得られた知見が非常に強力なために他の自然科学の分野の問題の解決に寄与することも多く、生物学、医学など他の分野との連携も進んでいる。特に科学においては密接に関連する分野が多く、特に物理学的な手法を用いる分野として物理科学という分野が設けられている。生物学においても 生物の骨格や筋肉を力学的に考察したり、遺伝子レベルでの解析や進化の物理的考察を行う分子生物学がある。地球科学においても地球を物理的な手法を用いて研究する地球物理学があり、地震学、気象学、海洋物理学、地球電磁気学等は地球物理学の代表的な分野であると言える。今日の物理学は、 自然科学のみならず人文科学、社会科学とも関係している。人文科学においては、哲学との学際領域に自然哲学があり、自然哲学から今日の哲学と自然科学が分離したという見方もある。また、心理学も精神物理学を通じて物理学と関係している。社会科学においては中学校、高等学校における教科としての物理は教育学と、 密接に関係しており、経済現象を物理的に解明する経済、物理学は経済学との学際的分野であると言える。天道説や暦の作成などの天文学が最古の物理学である。初期文明であるシュメール人、古代エジプト人、インダス文明などは太陽や月などの天体を観察した。これらの天体は宗教的に崇拝され、現代からすれば 非科学的な現象の説明もされたが、これが後の天文学や物理学へと成長する。16世紀以前のヨーロッパにおいて科学はキリスト教的な要素を含んだアリストテレスの自然哲学が主流であった。アリストテレスは物質の振る舞いを目的論もしくは目的元によって説明し、例えば天体が地球の周りを回るのは回転しようとする目的がある。 ためだとした自然哲学は観測よりも哲学を重視したため思考的な試験で事象を説明する現代科学とは性質が異なる。また、この時すでに数学は中東やエジプトなどで発達していたが自然哲学的な物理に使われることはなかった。しかし古代ギリシアにおいて実証的な考え方がされていなかったわけではなく、紀元前3世紀のアルキメデスは、 自然哲学では、無視されていた数学を自然と結びつけ、数学や物理に数々の貢献をした。続くヒッパールコスやプトレマヨスなども幾何学や天文学を発達させた。また、アリストテレスの時代より、前の紀元前後世紀にはすでに、レウキッポスやデモクリトスなどが、それまでの超自然的説明を否定して、自然現象には原因となる理論があるとして、 原子の存在などを考えていた。中世のイスラームの学者は、他のギリシャ文化と共に、アリストテレスの物理学を継承した。その黄金期には観察と先見的な推論に重点を置いた初期の科学的方法を発展させた。最も注目すべきは、イブンサール、アル・キンディー、イブン・アル・ハイサム、アル・ハリス、アビセナ等による視覚と視力の分野である。 アルハイサムが書いた工学の本、キートバルマナシアは、視覚に関する古代イギリシャの考え方を最初に、反証したばかりでなく、新しい理論を作り出した。この本では、史上初、ピンホールカメラの現象を研究することで、目自体の仕組みをさらに詳しく調べた。解剖学と既存の知識を使って、どのように光が目に入り、焦点が合い、 目の後ろに投影されるかを説明したのである。さらに、現代の写真撮影の開発から数百年前に、すでにカメラオブスクラを発明した。全7冊の工学の本、キーターブあるマナサーは、600年以上にわたって、東洋と西洋の中世の芸術における資格の理論から、視点の性質への学問全体の考え方に大きな影響を与えた。 グロセテストやダヴィンチからデカルト、ケプラー、ニュートンまで、後世の多くのヨーロッパの学者や思想家が影響を受けている。近世に入り、科学的研究法の発展の中で実験による理論検証の重要性が認識され始めた。16世紀後半、ガリレーは力学現象の研究を行い、自由落下の法則と完成の法則を見出した。 1687年にニュートンは自然哲学の数学的諸原理を出版した。ニュートンの示した理論はガリレーラの発見した法則を一般化し包括的な説明を与えることに成功した。ニュートンの理論の中で最も基礎的な法則として運動の法則と万有引力の法則が挙げられる。これらの法則は天体の運行などの観測結果を よく説明することができた。ニュートン自身は、力学法則を幾何学を用いて記述したが、オイラーなど、後世の研究者によって、それらの理論は大数学的に記述されるようになった。ラグランジュ、ハミルトンらは、古典力学を徹底的に拡張し、新しい定式化、原理、結果を導いた。重力の法則によって、宇宙物理学の分野が起こされた。 宇宙物理学は物理理論を用いて天体現象を記述する。18世紀からボイル、ヤングラ大勢の学者によって熱力学が発展した。1733年にベルヌイが熱力学的な結果を導くために古典力学と共に統計論を用いた。これが統計力学の起こりである。1798年にランフォードは 力学的仕事が熱に変換されることを示した。1847年にジュールは力学的エネルギーを含めた熱についてのエネルギーの保存則を提示した。電気と磁気の挙動はファラデー、オーム、他によって研究された。1855年にマックスウェルはマックスウェル方程式で記述される。 電磁気学という単一理論で二つの現象を統一的に説明した。この理論によって光は電磁波であると予言された。この予言は後にヘルツによって実証された。1895年にレントゲンは X 線を発見し、それが高い周波数の電磁波であることを明らかにした。放射能はベクレルによって1896年に発見された。さらに、 ピエール・キュリーとマリ・キュリー他によって研究された。これが各物理学の起こりとなった。1897年にトムソンは回路の中の電流を運ぶ素粒子である電子を見つけた。1904年に原子の最初のモデルを提案した。それはプラムプリング模型として知られている。原子の存在は1808年にドルトンが提案していた。 1905年、アインシュタインは特殊相対性理論を発表した。アインシュタインの相対性理論において、時間と空間は独立した実態とは扱われず、時空という一つの実態に統一される。相対性理論はニュートン力学におけるとは異なる。完成座標景観の変換を定める。相対速度の小さな運動に関して、ニュートン力学と相対論は近似的に一致する。 このことは、ニュートン力学の形式に沿って定式化された相対論的力学において明確になる。九百十五年、アインシュタインは特殊相対性理論を拡張し、一般相対性理論で重力を説明した。特殊相対論によって、力学と電磁気学の理論は、整合的に説明できるようになったが、重力に関しては、ニュートンの万有引力の法則以上の満足な、 説明を与えることができなかった。一般相対論によって重力の作用を含めた包括的な説明ができるようになった。一般相対論においてニュートンの万有引力の法則は低質量、かつ低エネルギーの領域における近似理論とみなすことができた。1911年にラザフォードの下で原子の研究が進展し、産卵実験から 正の電荷を持つ物質を核とする原子像、ラザフォード模型が有力視されるようになった。原子核を構成する正電荷の粒子は、陽子と呼ばれる。電気的に中性な構成物質である中性子は1932年にチャドウィックによって発見された。1900年代初頭に、プランク、アインシュタイン、ボーアたちは量子論を発展させ、 理散的なエネルギー準位の導入によって様々な得意な実験結果を説明した。1925年にハイゼンベルクラが、そして1926年にシュレーディンガーとディラックが量子力学を定式化し、それによって前期量子論は解釈された。量子力学において物理測定の結果は本質的に確率的である。 つまり、理論はそれらの確率の計算法を与える。量子力学は、小さな長さの尺度での物質の振る舞いをうまく記述する。また、量子力学は凝縮系物理学の理論的な道具を提供した。凝縮系物理学では、油電体、半導体、金属、超電導、超流動、磁性体、といった現象、物質群を含む固体と液体の物理的振る舞いを、 研究する。凝縮系物理学の先駆者であるブロッフォは、結晶構造中の電子の振る舞いの量子、力学的記述を1928年に生み出した。第二次世界大戦の間、核爆弾を作るという目的のために、研究は核物理の核方面に向けられた。ハイゼンベルクが率いたドイツの努力は実らなかったが、連合国のマンハッタン計画は、 成功を収めた。アメリカでは、フェルミが率いたチームが1942年に最初の人工的な核連鎖反応を達成し、1945年にアメリカ合衆国ニューメキシコ州のアラモゴードで世界初の核爆弾が爆発した。場の量子論は特殊相対性理論と整合するように、量子力学を拡張するために定式化された。それは、ファインマン、アサナが、 衆院がダイソンらの仕事によって1940年代後半に現代的な形に至った。彼らは電磁相互作用を記述する量子電磁力学の理論を定式化した。場の量子論は基本的な力と素粒子を研究する現代の素粒子、物理学の枠組みを提供した。1954年にヤンとミルズはゲージ理論という分野を発展させた。 それは標準模型の枠組みを提供した。1970年代に完成した標準模型は今日観測される素粒子のほとんどすべてをうまく記述する。場の量子論の方法は多粒子系を扱う統計物理学にも応用されている。松原武雄は場の量子論で用いられるグリーン関数を統計物理学において初めて使用した。 このグリーン関数の方法は、ロシアのアブリコソフラにより発展され、個体中の電子の磁性や、超伝導の研究に用いられた。2018年時点において、物理学の多くの分野で研究が進展している。スーパーカミオカンデの実験から、ニュートリノの質量が例でないことが判明した。このことを、理論の立場から理解しようとするならば、既存の標準理論の枠組みを超えた理解が、 必要である。質量のあるニュートリノの物理は、現在理論と実験が影響し合い活発に研究されている領域である。今後数年で、粒子加速器による、テブ、テラ電子ボルト領域のエネルギー尺度の探査は、さらに活発になるであろう。実験物理学者はそこで、ヒックス粒子や、超対称性粒子の証拠を見つけられるのではないかと、期待している。 量子力学と一般相対性理論を量子重力の単一理論に統合するという半世紀以上に及ぶ試みはまだ結実していない。現在の有望な候補は M 理論とループ量子重力理論である。宇宙物理学の分野でも1990年代から2000年代にかけて大きな進展が見られた。特に1990年代以降。 大光景望遠鏡やハップル宇宙望遠鏡、COBEW マップなどの宇宙探査機によって格段に精度の良い観測データが大量に得られるようになり、宇宙論の分野でも定量的で精密な議論が可能になった。ビッグバン理論及びインフレーションモデルに基づく、現代のラムダ CDM 宇宙モデルはこれらの観測とよく合致しているが、反面、ダークマターの正体や、 宇宙の加速膨張を引き起こしていると考えられるダークエネルギーの存在など依然として謎となっている問題も残されている。これ以外にガンマ線バーストや超高エネルギー宇宙線の起源なども未解決であり、これらを解明するための様々な宇宙探査プロジェクトが進行している。凝縮物質の物理において高温超伝導の理論的説明は 未解明の問題として残されている。量子ドットなど単一の電子、光子を用いたデバイス技術の発展により、量子力学の基礎について実験的検証が可能になってきており、さらにはスピントロニクスや量子コンピュータなどへの応用展開が期待される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。